ティーパークラブの皆さん、こんにちは。岩崎雅宏です。今日はですね、グリップ切りですね、基本のね、グリップ切りというのをね、こう説明していきたいと思います。カルペディエムアシア入会金無料キャンペーン実施中。この最初に、呪術のグリップというのは結構種類があります。例えばですね、この普通に襟を持つこのパターンで、片襟といいましてこちらの襟のパターン、そして袖のパターンで、まあ他にもいろいろあるんですが、あと足のね、こういう裾のこういうパターン、まあこれが結構大まかに、あります。で、これがこうやっぱり切れなくてとてもその困るっていうね、方も結構多いですし、特に、グラップリングや、MMA などから転向してきた方はこのグリップに、免疫がないためにとても最初困ります。こう動こうと思ってもやっぱりこうグリップとかを掴まれたまま動こうと思うとやっぱりなかなか左右に動けなくて、で自分が掴んでみてもなかなか上手に掴めない、でそういうことが起きてしまうので、このグリップをどうやって切っていけばいいのかというのをね、細かく説明していこうと思います。まずですね、襟、こうやってこっち側取られました、この場合で、この場合ですね、切り方は結構いろいろあるんですけど、今日はちょっと僕流の、切り方をお教えします。まず手首をこのようにして普通に持ちまして、で逆のこちらの持たれている内側の方の手ですね、こちらで親指の腹をこうやって持ちます。まあ、腹を持つって、ここ親指を持つような感じではないんですが、自分の親指のこの腹、ここのここですね、ここを使って相手の親指の腹をこうやって剥がします。すると親指が剥がれるので、そしたら押します。するとグリップが簡単に切れます。もう一度こうやって持たれた時に外して切ります。するとこの親指が基本的にこう持ったグリップの蓋をしているので、この蓋をまあ取ってあげると、こうやって、でまあこれめっちゃ大げさにやってますけど、これで押したらこれ簡単に切れますね。だからで実際親指を持つこと自体は禁止なので、親指の腹を剥がしてで押すとグリップが簡単に切れます。で次に逆襟の場合、こちらの片襟の場合ですね、こちらの場合は、4本の指が中に入っていて、それを上から蓋しているような形になります。でこれの場合、同じように親指を剥がしてこのように押してもなかなか4本の指が深くかかって取れません。だからこの場合は切り方を変えなければいけません。その場合は手の、ここの親指と人差し指の間ですね、ここを相手の手首にこのようにはめて水平に回します。でそして小指側から押すようにしていくとこのようにして切れます。はい、これ持たれた、こうやって回します。で押す、こうすると上手に切ることができます。例えば、まあ、このようなこの柄の悪い男にいきなり胸ぐらを掴まれました。あんなこらこの野郎、そしたら親指のここを剥がして切ると。やめてください。はい、これが、まあ、逆襟の場合。はい、うまくうまっ、やめてください。臭い、はい、このようにしてグリップを切っていくと、ガードの中でも同じようにして切れば問題ありません。で次に袖の切り方ですね。袖を持たれました。で呪術はこのようにして袋取りといって、このようにして袖を持ってくるパターンがかなり多いです。柔道のように、絞って取るパターン、このようにして絞って取るパターン、ここの三角形をこのようにして持ってきて、ここから親指を中に入れ込むようにして絞って取る、このようにして取る取り方は柔道の取り方なんですけれども、柔術技というのは少し細くできているので、この絞りでこうグリップを取るのは結構難しいです。なのでこのようにして袋取りといって、この袖のところですね、これを逆さにしてこのようにして、で最後ここの親指で蓋をする、このようにして握るとかなり深く、グリップを取ることができます。はい、こういうふうにして、はい、グリップを取りました。はい、そして切り方ですね。切り方はまたここを使います。親指と人差し指の間を使います。これを手を回してこのようにして手首にはめ込みます。
そしてそのままひねっていくと小指からグリップが切れます。持たれた、回してきて切ります。このような形ですね。はい、でこれは、はい、持って、うん、このようにして持たれた。でこの時に親指をこのようにして全て巻いてしまうと、これはなかなか切れません。これグリップが最後までついてきてしまうので、これはこのようにしてここを挟み込むようにしてすくってこのまま押していくと自然と切れます。まあ両方持たれても切れます、問題ありません。でこれはどういうケースで使うかといいますと、見てこのようにして、普通片襟片袖とか、うん、このように片襟片袖の場合ですね、うん、でこれがあえて手袖だけを持っているような状態ですね。この場合このようにして手を解放して、こちらもこのようにしてグリップを切っていきます。ただし ここで一つバリエーションがあるのが、スパイダーガードといって足で僕の腕を蹴ってくる場合、うん、この場合ここで回しても相手の足にグリップがぶつかってしまうので、この場合だとこの切り方はできません。その場合は同じようにこのようにして手首を巻いていって、相手の手首をこのようにして掴みます。そしてここですね、相手の手首 の剣のところですね、ここを下に押し付けて膝で踏みます。そして引っ張るとこのようにして簡単にグリップが取れます。うん、でこちらもし蹴られてなければこのようにして回して取ると上手にグリップがちぎれます。うん、例えばこのような柄の悪い人に袖を取られて、このようにして警察呼びますよっていう、このような感じで、グリップを切ることができます。はい、でちなみに、手首をこのままガバ持ちされた、このようにして持たれた、はい、この切り方は、この手首の指と指の間のここですね。え、なんで持ち合わせ、見えやすいように黒いバッグの方がいい。 あ、はい、頭いいな俺で、こうなった時にこちらがですね、親指と人差し指の間から抜けるとこれ簡単に切れます。はい、これ持ってもこっちですね、こっち引っ張っていけばグリップをキープすることができずにこうやって取れます。これを逆側にこうやって引っ張ってもなかなか取れない、うん、こうすると切ることができます。で両手縦を持たれ、このようにして切ることができます。まあ例えばですね、この腕っぷしの強い男性が、うん、女性のか弱い腕を掴んでた、はい、でも多分手持ちするっていうことは多分ちょっと気弱だと思います。もう行かないでパターンだと思います。行かないでお願い。今はこのようにして円を切りましょう。はい、だけど腕っぷしが強い、片手で制せれるとなめきっている場合はこのような形で切ると上手に切れます。これは女性でも使えます。僕のような細い腕でも捕まえてこれをするだけで簡単に切れます。例えば両腕で来たとしてもこうすれば上手にグリップが切れます。まあ、このようにして、すべてこのようにして使うだけですね、うん、特に深いテクニックはないのですが、狙うのは必ずこう指と指の間か、それか親指からちぎっていくという、まあ、このグリップの方向があるので、それでちぎっていくと、より良いでしょう。はい、カニ、うん、であとは裾ですね。裾の切り方決めて、例えばこのようにしてネラヒーバーガードといって足を絡めるガードの場合、このようにしてグリップを取ってくる場合があります。はい、これを切るときはやっぱ足を動かしてもなかなかグリップが切れるものでもありません。うん、その場合はこのグリップの上から相手のグリップを、袖を持ちます。でこのまま上に引っ張ればグリップが切れます。はい、これは背筋力の力になるので、そこまで細かいテクニックはないんですが、ここがデッドリフトといって立ち上がるように引っ張ればこれは切れます。はい、例えば立ち上がって、裾を持たれた、で襟を持たれた、
これでテイクダウンされるっていう時にここでずっとケンケンしてるとこうラチが開かないので、まあ、このようにしてグリップを持ちます。でこのまま引っ張りながら足を落とすとこれで切れます。でこれで切ります、うん、そうですね、うん、まあちょっとこのグリップ切りを試す時は実際に少しあの嫌悪感を示す人にやってもらうとこう綺麗に切れると思います。はい、取ってきて、切って対処しましょう。以上です。ではまた。